こんにちは、サクサク創作パンダです。今日はこの兜のリースを折ってみたいと思います。あやめや鯉のぼりと、貼り合わせても可愛いです。準備するものはこの 15cm×15cm の折り紙を4枚ご準備ください。兜を組み立てるときに使うパーツですが、4分の1の大きさ、7.5cm×7.5cm の折り紙を使用しました。リースを貼り合わせるときにセロテープも使いますのでご準備ください。それでは早速作ってみたいと思います。三角に折り筋をつけます。三角に折り筋をつけます。角と角を合わせて折ります。反対側も同じように折ります。下の角と上の角を合わせて折ります。角を斜めに折ります。1枚だけ上に折ります。縁を上に折ります。角を内側に折り込みます。兜が完成しました。同じ兜を4枚作ります。兜と兜を貼り合わせるパーツですが、見やすいように 15cm×15cm の折り紙で折ってあります。三角に折り筋をつけます。反対側も三角に折り筋をつけます。角を中心に合わせて折ります。同じように中心に合わせて折ります。同じように折ります。縁から少し幅を開けて上に折ります。裏返します。縁に合わせて折ります。ひっくり返します。半分に折ります。角と縁を合わせて折ります。裏返します。角と縁を合わせて折ります。裏返します。角と縁を合わせて折ります。三角の隙間に角を入れて縁を折ります。パーツの完成です。同じものを4枚作ります。パーツの隙間に兜の角を差し込んで組み立てます。同じように4箇所組み合わせます。兜とパーツをセロテープで貼り合わせます。兜のリースの完成です。次の動画でお会いしましょう。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。